醜い。惜しいね。ちっちゃ。マスター。じいさん。夏。ゼレフがいるのか、この大陸に。ゼレフ本人じゃ。スプリガンが。とにかく無事でよかったです。わしの考えが浅はかだった。全てが無意味。人を思って起こした行動は、それがあなたの教えだから。帰ろう、じっちゃん。フェアリーテイル。連続でダイレクトラインを使いすぎた。その1回は空野の船まで、ダイレクトラインで船まで行ける地点まで戻らねば。せっかく仲良くなれたのに。土の中へは意外とすぐについちまう。8位。砂はいい。こいつカラコール島の女と同じくらいの。勝てる相手ではない。マスターが言うんだ。引くぞ。くそ、全員引け。行くぞ。砂の怪物。あら、ごめんなさい。やってみなきゃわからねえだろう。スタードレス、サジタリウスホーム。シルバー、任せて。スターショット。いいね、いいね。消えた。アリ地獄。しまった。まだフェアリーテイルがいるからよ。こんないいパンチをもらったのは何年ぶりかな。凍りつけ。何、まずいぞ。ちっちゃいよせ。俺たちは戦える。分かってねえな、スプリガン12の力を。妖精のミイラの誕生だ。ラクサス、黙らせろ。エルフ兄ちゃんやめなよ。了解。逃がすか。夕食に遅れちまう。お、マジかよあいつら。お前らがここに。すげえなこの船。つが勝負しようぜラクサス。最高の家族じゃ、フェアリーテイル。おかえり、マスター。モスターやるの3回目ってこと？何回控えてんの？こうなったら死ぬまでやってやる。海を走る神殿でね。まあ気にすんな、俺は昔からだ。マスターが戻ってきた。ラクサスや雷神衆たちも。フェアリーテールの地下にある初代の体、戦いが始まる。こうしてみんなといつまでも笑っていたい。私の望みだったんだ。